今日のコメント、アリポケ最近見てないな。5ヶ月ほど見てない。逆にアリポケ見てないのにこのチャンネル見てくれてるの、話ついてこれてる、大丈夫。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？新武中心も終盤に入り盛り上がっていますよね。てかスー君、セミファイナル早く見たいね。シロナとサトシ戦どうなるんだろうね。予想できない。予想するよ。そこで今回はシロナ VS サトシ戦の対戦の詳細と勝敗を予想していこうと思います。では関係ないけど今日は台風だーい。というわけでよかったら最後まで聞いててください。シロナ VS サトシ戦の対戦の詳細と勝敗を徹底考察してみた。昨日のアニポケはマスターズ8メンバーの紹介を兼ねたサトシのこれまでの戦いを振り返る総集編だったんですが、最後にマスターズトーナメントセミファイナルのシロナ VS サトシ戦の最新映像が流れていましたね。そしてその告知映像からシロナの主要ポケモンが確定したということで、好評の対戦詳細と勝敗を予想していこうと思います。まずシロナの手持ちポケモンですが、確定したのがガブリアス、ミカルゲ、トリトドン、ロズエイド、ミドカロス、トゲキッス。ということでシロナの一番メジャーな手持ちになったかなという印象ですね。シロナの手持ちポケモンにつきましてはこちらの動画で考察していたんですが、あらかた予想通りでした。ワンチャングレイシアもあるとは思ったんですが来ませんでしたね。次に対戦詳細について、告知映像の最初のシーンではシロナはミカルゲを出していたんですが、ゲーム1のシロナも初手は絶対ミカルゲなので、このミカルゲはシロナの初手で間違いないと思います。またサトシのカイリーとゲンガがミカルゲにやられてるシーンもありました。こちらの動画で話した通り、あらすじのサトシが苦戦を強いられるという意味は、初手のミカルゲにいきなりカイリーとゲンガを立て続けにやられるという意味だったのかなと自分は思いました。どうなんでしょうか。あとは一瞬ではありましたが、お互いの手持ちの情報も映っていました。シロナはミカルゲとトリトドン、そしてサトシはカイリュー、ゲンガ、ピカチュウがやられています。さっき言ったようにミカルゲがカイリュー、ゲンガを倒し、シロナが4体目を先に出しているところを見ると、ピカチュウがトリトドンとミカルゲを倒しつつも交代で翻弄されているのかなとも予想できますよね。あとウオロナゴンがロズレールと戦い、ネギガナイトがミドカロスと戦い、そしてエースルカリオがトゲキスに馬乗りになっているところもありました。まあでもここは順当に引き分けたり倒し倒される展開かなと感じます。しかし最後は王道のガブリアスとルカリオのメガ進化対決なのかなと感じますが、この映像の最後、サトシが俺にはこれしかないと発言する際、ダイマックスの BGM が流れていたんですよね。まあさすがにないとは思いますが、サトシがまた大魔を切る展開もあったりするのかな。いやでもやっぱりここはメガ進化対決ですよね。何のための結構型の訓練だったのってなりますしね。最後に勝敗の結論ですが、こちらの動画で詳しく話していますが、やっぱり主人公という点、ダンデとトーナメントが決勝で当たるようにできている点、マスターズ8 3位のダイゴ、2位のシロナ、1位のダンデと一番険しい道になっている点から、さすがにサトシが勝つと思います。皆さんはこの世紀の一戦どうなると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じでシロナ VS サトシの対戦詳細と勝敗を徹底考察してみたでした。ちょっとの心がしたらチャンネル登録、よろしくお願いします。では次の動画へ、せーの、グッディー。